はい皆さんこんばんは。今日もね、えー、ドルエ FX 見ていこうかと思います。昨日 <coughs> 言ったように、やっぱ上がってきたね。昨日ですね、これ4時間足なんですけど、昨日ここまで行ったんだよね、夜ね。ずっと落ちてきて、ここまで行ったんですよね。 でまあレンジをちょっと下行ったからねひょっとしたらレンジブレイクしていくのかなと下にうん下行っちゃうのかなと思ったんですけどまあ昨日のね動画ではこれ上行くから大丈夫だよとまあ衆議院選終わってからね来週、まあ、今週の日曜日 そして、まあ月曜日 <laughs> で第2次内閣が発足するのが来週、再来週ぐらいだから、ま,あ、まだまだまだレンジですよと。で、まあ1回上上がると。<laughs> 下げるにしてもね。そこから下下がるよという話したんですけど、まあ、上がってきましたね。やっぱり上がってきましたね。まあ、ロングなんですよね、気温はね。 うーん下げましたけどね、かなりね。うーん。どうしてもね、ショート目線の人はショート入れるよね、ここね。ショート入れる、絶対に。で、まあ、こう、まあ、ロング目線の人は必ずこう、ロングね、うん。こんな人来たんだから、ロングだ、ロングだってねと、いくやよね。だから、 まあ、FX で一番重要なことはニュートラル目線ね。目線がいつも上でもいいよ、下でもいいよって常にね。<laughs> うん。<laughs> で冷やしたとこですよねここが1月1日でしたからまあここからね例えば100万通貨ですとしては <laughs> まあ20万ぐらいあればね XM では100万通貨入れられますから証拠金20万あればね 1200ピップスね。1200ピップス。まあ、1200万ですね。はい。1200万円になってましたね。1200万円の利益ですよ。うん。だから、まあ、ま、あ正確に言うと、20万円が、1220万円になってた。 <laughs> 1200万の儲けがだとまあここんとこね今ちょっと下がってるけどねうんまあこういうことでございますねいかにまあ目線が大事1目線ね目線はあのあ、ー、あ <laughs> <laughs> まあ、あの、ロングでもなくショートでもなくニュートラルねニュートラルって知ってる <laughs> 昔ね車でニュートラル車っていうのがあったけどねあのギア車っていうの今はみんなあれでしょオートマだからね車ね オートマ免許持ってると思いますけど <laughs> 僕はオート免許ってなかったからあのギア車でしたね免許取るときね4足4足と、まあ、バックと <laughs> あっていいねで、えー、右足で、えー ブレーキとアクセル。左足でクラッチがあると。<laughs> でね、ギア、ギアで常にニュートラルにしてね。で、あの、バックに入れたりね、ニュートラルにするっていうのがあったんだけど、ニュートラルって分かんない人いるかな <laughs> <laughs> でも、オートマ車でもニュートラルってあるもんね。N ってのあるもんね。ギアが入ってない状態だからね、これね。 ブレーキも入ってない状態。何も入ってない状態ね。<laughs> はい。うん、まあ、自然な状態ってことかな,な。何にも、うん。はい。何にも考えてない状態ですね。で、二つ目が、<laughs> ガチョウですね。<laughs> ここでロング入れたら、 まあ、この辺は耐えられて、こう言って、これが結構きついかもね。うん、威嚇しちゃいたくなるからね、こういうのでね。130ピップス、大きいよ。うん、これも130ぐらいでしょ。で、やっぱりここがきつかったね。どこまで上がるんだってのね。これで繊維喪失だよね。うん、落っこってこいって感じだったけど、まだまだ上がるもんね。 でこっからここ大きかったね <laughs> いくらのガチ保全も350ピープスかな <laughs> いくらのガチ保全をこれはガチをできなかった人いるかもしれないね まあ突き足にしてみると上なんだよね。違うしもね。まあここがきつかったかもしれないけどここでロングでガチしてる人はまあこっからここだからまあいいかと思うかもね。例えば100万通貨で出てた人 万ですね利益がね490万これ だから、350万か。350万のマイナスだね。840あったのに、490万になっちゃった。とうん、まあ、ここでね、すぐに、まあ、すぐじゃないんですけどね。まあ、オリンピックまでに上がって、オリンピック開会式でこれね、下がってきて、て <laughs>、これだもんな。 これ覚えてるけどさ、バキューってって、ここ覚えてますよ、ここのとこね。バキューってってね。これだもんな。まあ僕の今年、まあいつもそうなんですけどね、どうしても、まあ僕はショート目線になっちゃうからね。まあロング目線、まあロング目線、重要だなと。あのまあ、結局、僕、好不恐怖症だからね。 高いところが怖いんですよね。すぐに落ち,落ちるんじゃないかと思っちゃうね。こうやってね。こうやってね。高所恐怖症だからね。で、逆に、まあ空売り、まあ、売りまあ、売りが怖い人はね、もう買いしかできないわけですよね。どんどん買っていくわけですよね。売り空売りができないわけですよ。だ去年は、<coughs> まあ、下がる一方だったんでね。去年はこうやって下がる一方だったんで。 あの僕みたいなショート目線の人はすごく儲かったわけですよね。その前は半分半分かな。まあショート目線の人も多かって前半はね。えー、後半はロング目線の人は多かったということですよね。ロング入れとけばさいつかは上がるからね、下がってきても。で、今年はっていうと、<laughs> ロングの人、ロングの人。 ロングの人ショートの人、ショートの人、ショートの人、二、三3つぐまあち、ちっちゃいね、こういうちっちゃいのだけですね。まあ、あとこういうところ、ちっちゃいのだけですね。まあ、あとは、こういうところ少し狙っていくしかないですね。やっぱりね。うん、あとは全部ロングですね。 なので今年はロングの人が多かったかなということなんで皆さんもね別かるれかるって言うかもしれないけどね私はロング目線だとか私はショーターだとかねど,どうしてもどっちかになっちゃうんですよね、うん、それを克服するためのね訓練をぜひ受けていただければと思いますうん でいからねはいあと仮想通貨ですけどうん自家総額297兆円だねうん ビットコインは696だね。<laughs> まあ一時ね、760万あったから、そういう意味ではかなり下がったかな。<laughs> <laughs> ただまあほぼ700万だから、まあ高いよね。ここで理学しても全然いいですよね。で、今ちょっと注目しなくちゃいけないのが一サリアんだよね。49万4000、も50万だからね、これ。 まあ、イーサリアムって言ったら、一声10万、20万ってありましたけどね。まあ、一時、<laughs> 1>, 1万円とか9000円になっちゃってね。まあ、悲惨な状況でしたけど、今やイーサリアム、一声50万ですからね。うーん。今年60万いくでしょうね。体が下がってますね。 227で上がらないかもしれないねこれそらなすごいね食い込んできてリップルはもうダメですね、うん、<laughs> <laughs> でやっぱりここに来て同時コインが上がってんだね32円って、うん、不思議だよね <laughs> これ一番上だと70円減ったんですよね。トロントが厳しいですね。ファイルコインなんて万1万8000円ぐらいだったのにね。3分の1ですね。 最近ね、あのコロナの後遺症の人は結構いるみたいで、3割ぐらいは後遺症を持っててね、あの味覚がないとか、味覚があべこべになってるとかね、辛いのに甘いとかね、砂糖がしょっぱ感じるとかね、まあ、匂いが感じないとか、<laughs> 肺炎になってるとかね。 結構問題になってます、ね、<laughs> まあ僕は昔から全息 <coughs> 昔からつって5年ぐらい前ぐらいなんですけどね <coughs> <coughs> ある日突然発症したんですよねまあ,あのうつ病もひどかったからね、まあ、仕事が、あのー、忙しくて忙しくて24時間仕事してたからね もう死んじゃうかと思ったぐらいね、本当 <laughs> 忙しくて、まあ、体力的なところから精神的なところにね、あの病気が回っちゃって、1年半ぐらい家の中でね、休んでましたけどね。<laughs> このまま 治らなかったらどうしようかなって思いましたけどねまあなんとか <laughs> 治ったんじゃないかなってまあ自分で <laughs> 考えて立ち直ったんですけどまあどうなるかね分かんないですねまだねはいで、これはねやっぱり118円いくんじゃないですかね うんうん年、年内ですねこれ横横よこよこうん百十四円七十円で イネの3月かな。うん。で、4月になれば下がってくると。こんで寄せさせて,てます。ちょっと長期目線に買いましてた。うん。あんまあ今すぐね、下がるって言ってもしょうがないからさ。うん。まあ、こんな感じで、ちょっと触っただけですぐ、すっと落ちるかもしれないから。こんな感じでね。 うん。可能性は十分あるよね。うん。まあ今年はこんな感じだったのかって感じで。まあ去年はね、まあずっとそうだったからさ、年越え,な越えてもね、パックマン2個を使えてたからね、今年も3つかなとか。 下がっていくなとか言ってたら全然違うじゃねえか <laughs> ここでパックマあったかもしれないけどねうんこんな感じなのかなうんまああんまりねあのまあ今年はあんまり儲かんなかったって,ってとかね損したって思ってるかもしれないけどあんまり気を落とさない方がいいですよね なんだかんだだか言いながら FX で食べていかないといけないんだからねまあ仕事してる人いるかもしれないけど、まあ、僕なんかってね FX でほとんど食べてますからあのー、まあ今年全然儲かんなかったとか赤字でもね <coughs> トータルするとトータルすると黒字ですからまあ今年 <coughs> 赤字で持ってかれたなと思ってもさまあ来年また頑張ろうと。 まあそういう年もあるさと。ね、そういう年が2、3年続いてもさ、4年目ぐらいはうまくいくだろうと思ったらいいですよ。ねそういう意味であんまりさ、負け込んできたら、もうやらないと。やらなきゃ減らないから。あと、まあ前から言いましたけど、人間にはバイオリズムが合うから、うん。 バイオリズムっていうのがあってねまあバイオリズム計算サイトっていうのがあるからあのー 年月日例えばこれ今日だとしてね明日か <laughs> で生年月日あるじゃない自分のねえ今昭和でもいいんだけど ね。で、今日ですよね。今日はどんな感じかと。ね。人間っていうのはまあ、肉体体とまあ、感情と知性とまあ、ハード <coughs>。ハードウェアとソフトウェア2個で動いてるよってことですね。ハードウェア1つと。 ソフトウェアは、まあ、感情と知性、ね。感情っていうのは、まあ、レベル、レベルの低いハードウェア、<laughs> <laughs> あソフトウェアですよねで。知性はレベルの高いソフトウェアですよね。で、例えば、まあ、今日だと、体調悪いんだよね。やっぱね、体、ハードウェアがマイナスだからね。 で、ま、心と気持ちとかねここでこっち気持ちね感情でまあこれはもう一人の自分というかまあ、冷静に考えてる自分冷静さと気持ちっていうのはまあ高ぶってんだけど体がついてこないんだよね眠く,眠くてねで 逆にこう体調がいい時でもやっぱりまあ知性が低かったりね、まあ、<laughs> 感情は <laughs> この辺ですよねでまあ低いなら低いでもいいんだけどねベトって、まあ、何もしなきゃいいんだけどこういう不安定なところがあって一番いけないのはこの真ん中なんですよ。 よくもなければ悪くもないと。まあ、こういうところで、まあ、例えば体だったら、あの怪我したりねあの、体調は悪くもなければ良くもないと。で、こう,こういうところは、体調悪いから、ね、野球の野球の部活休んだりね、するんだけど、まあ、こうこう校長の時は一番いいよね。 <laughs> 手抜いちゃったりね。<laughs> で、<laughs> で <laughs> 体調が低調の時は、まあ、会社休んだりしてね、まあ風邪引いちゃったりして寝込,んだり寝込めばいいし、まあ感情とか知性もね、すこぶる悪いと頭もあんねえっつって会社休んだりね、風邪引いちゃったりするから一番いいんだけど、でこういう。 上のところでは学校行ったりね、会社行ったりして、まあ、あの頑,頑張れるよね。で、一番悪いのは不安定で、体調悪いんだけど、<laughs> ちょっと頑張っちゃおうかなっていう時あるじゃないですか。その時に怪我するんですよ。これ、低調な時って怪我しないの。休んでるから、風邪ひいてね。<laughs> で、 特に体調がまあま悪い方にこういってるよね、こうねあのハードウェアがね。体が悪い方にいってる時に、こう、肝臓とか知性が、まあ、特に肝臓が上い行っちゃってるような時ね。ね。ここら辺だよね。<laughs> ここら辺で怪我,す怪我するんだよね。 うん、うん。で、FX の場合は、まあ、体調もあるよね。風邪ひいちゃとやっぱできないからね。ただ、一番、<laughs> 一番重要なのは理性なんす理性なんですよ。感情に支配されると、 エフェクト成り立たないから次から次へ入金しちゃってねうんだからだからこういう時が一番いいよね <laughs> 感,感情は低い方がいいわけ <laughs> そうだな、ね、これ難しいんだけど例えばこの辺 か逆かうんないねないねうんないっすね知性を知性は高いんだけど感情が低いと。 この日かなぁ。11月6日とか7日。ま、あ体は調子いいよと。こういうこう,いう日はいいよね、FX ね。特に感情が低,低い時がいいんだよね。感情低いと知性も低いんだよね <laughs>。逆はダメですよ。例えば、こういう日こういう日は感情がすごい高高ぶってんのに、 知性が低いでしょうで、しかも体調悪いじゃないこれ。<laughs> 11月24日とかは損するから。とにかく知,知性がすごく一番上だね。でも感情も上になっちゃってるわけよ。感情はすごく低いと。<laughs> <laughs> 例えば、11月のね。 10日ぐらいどうかなと <laughs> そうすると、もう知性ね。この辺いいよね、この辺ね。この辺12月6日とかさ、知性、知性ね、緑はすごくいいよと。で、感情は赤でしょ赤はすごい悪いから。 ね、だからおとなしいわけですよね。ね。それでまあ体的にもまあそこそこと。不安定ではないのでちょっと悪い方だと。ね、ここが一番悪いからね。不安定なのが一番よくないから。これね。<laughs> ここら辺ですね。まあ、あとは、11月10日でもいいですよね。これね。知性があって感情が低いと。 そして体力はいいよと。こういうときは FX 勝つんですよね。うん。だから皆さんもですね、まあ仕事でも勝つしね。とにかく知性が上で感情が抑えられてると。<laughs> で、体力はまああった方がいいんだけど、まあ不安定なところ以外だったら大丈夫ですよね。 皆さんもですね、まあ、FX やる前にこのねあのバイオリズム、まあ、自,分自分の生年月日入れて、えー、今日の日付を入れてねで、今日はやった方がいいのか悪いのかっていうのをですねあのー、まあその日のコンディションを判断して、えー、やっていくとそうするとだいぶですね <laughs> FX で数かつ勝つ日が多くなってくると思いますようんはいやっぱ上ですね手厳しいですねまあ今日は月末でもありますからねうんはいあとはこのけいちゃんねうん ニューヨーク試験、まあ合格したと思うんですけどね。年収2000万円以上と。で、不合格7600万と。6 0万の、まあかなりいいよね。<laughs> まあでも、ニューヨークのね、生活費高いですからね。<coughs> <coughs> えー、発表されてるってことですね、もうね。うん 合格率は78%と。で、米国の弁,弁護士会が優秀と認めたロースクールの卒業生のうち、初めての、えー、受験者合格は87%と。もう遊びみたいな原付バイクよりもすごいですよね。日本の原付バイクの合格率は50%ですからね。87七したらなんですかね、英検4級ぐらいですかね。 その場合4級ぐらいですかね。87%つっしたら、どんな試験なんですかね。名前書いたら合格ですね。長嶋監督みたいですね。<laughs> 間違いなく合格されてると思いますと。うん日本の司法,司法試験と違って、アメリカの司法試験を落とす試験という感覚は受けなかったと。 ローースクール3年、普通の勉強をしっかりやっていれば受けはらせますよという試験内容ですと。うん。不合格は、<laughs> 当日に緊張したり、試験の分量が多いため、えー、時間配分に失敗してしまったケースなどがあると思って説明しました、えー。小室さんが勤務するチームクラスでは、えー、合格すれば年収2200万円程度。 不合格だと助手としてしか働けず600万円程度を解説した。ただ、ニューヨーク州の司法試験は年2回あり、仮に不合格、残念な結果であっても、次は来年の2月3日、はあ、年2回って多いね、やっぱね。<laughs> 年2回ってかなりいいですよ。僕も日本の国家試験何回か受けて、年2回あるとすぐ来るからね、半年後って。 だからリベンジが早いので、ま、頭の中がねあのまだ勉強したてって感じなんですよねで1年経っちゃうとね忘れちゃうんだよねで 1, 1年に1回しかない国家試験もかなりあるからあれは厳しかったな半年に1回って言うとねあっという間 で、年にね、いや 3, 3回ある試験だともうあっという間に来るすぐ来るからもう勉強しなくても大丈夫。うん まあ明日分かるんですよね確かね確か明日正確な合否判定が出るようなこと言ってましたけどねうんこれ全日空 2025年。<coughs> 25年ってはまだ先ですけどね。2万9000人として、20%、約9000人を削減する。定年退職結構いますもんね。<coughs> 航空業界は厳しかっただろうね。 すみません、一聞こいました牛丼値上げなんですね426円高いですね原油高ですからね電気代もひと千1000円ずつ高くなるって言ったら半端ないですね どうなっちゃうんですかね ?NHK 解約する人多いんじゃないかなあとまあスマホとかね。スマホから検知するしかないとかね。多いかもしれないね。うん。はい。 ということでね、当然すごい上がっちゃったね。昨日の夜ここだったんですよね。から83ピップス上がりました。まだまだ連中なんで。うーん。ですね。まあ、確実ですね。118円ね。118 まあ、一旦は下がるんでしょうけどね、これね。レンジボックスですからね。はあ、まあ、かなりね、このら辺まで下がってから、やっぱり上げるから、みたいなことで。ロングってそ,れそういうのあるからね。嘘だろってなるから、あのー、ガチョウだよね。 刑務所投資をが一番だと思いますはいそれではね今日はこの辺でねまあ終わりにしたいと思いますまあ株、まあ、日経均は下がりつつあるけどニューヨーク浴では上がってますねうん難しいですね横横ですからね基本はねうん はい、僕はね、えー、この、今回のクリスマスでね、えーま、マイクのミキ,スミキサーを買ってみたいと思います。<laughs> マイクのね、音量が小さいので、あの、マイクミキサーをね、ま、昔から欲しかったですからね、マイクミキサーを買って、 まあ皆さん音ね小さいなと思ってると思いますけどまあその問題を永遠にクリアしようと思ってますのでね少々お待ちくださいそれでは今日はどうもありがとうございましたこれ名簿ないないんだよねまああれじゃないですか うんまあ、おかしいねえっ、ー、っちゃったわけないよねまさかね <coughs> うん名前書き忘れたのかな <coughs> はいそれだよね <coughs> 僕もこの辺で終わりにさせて。いただきます。千葉県松戸市よりトムクルーズがお伝えいたしました。おやすみなさーい。